ってんの？流行ってるの分かんないから。マジで？ 10 代分かんない。あー、プリクラ時代の。え、そうなの？懐かしい。はい、エリナちゃん家族と来ましたよ。はい、私たちここカカアコ、カカアコね。はいはいはい、すごいアートがすごいところなのね。ここで結構あれね、みんな写真撮るね。これからランチを食べまーす。ランチ食べてよー。よしよしよし。今混んでなくてよかった。そう、本当にそう。この前混んでてさ、そこなんか結構混むよね。週末とかだと混むよね、結構ね。どれにしよう。エリさん食べる？まだ手洗ってない、手洗わないとね。これがエリさんのジャジャ麺です。うん、頼むね。エリナちゃん見てこのさ、体に悪そうな、見てこのスパムとさ、ベーコン最高ね。プロサスフードばっかりよ。あと豆腐がしっかり入っててさ、めっちゃ美味しそうなんだけど。めっちゃ美味しそうでしょ。めっちゃ美味しそう。ベーコンも入ってんじゃん。あのさ、必死にさ、ヌードル探してんだけどさ、ヌードルが全然出てこない。あ、出てきた。見て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 、これこれ。あー最高。あ、チーズを入れたらいいかもね。あ、チーズ、あなた、うん、もうチーズやったらダメよ。もうとろけちゃうね。何言ってんの。マジで、もういつもね、チーズ追加してた。あ、マジで。うん、エリナちゃん、たまに頭の中ファンタジーじゃない？ほよーとかさ、効果音がさ。家に帰ってきました。
なんでこのノリ。エリアちゃんがよくやるんだよね、こういう感じなの。すごい楽しかったですよ、エリアちゃん最高。そうですね、とりあえずさ、なんかね、ちょっと芝生のあるところでプレイデートみたいな感じでやって、で、結構暑かったんだよね。なんだかんだ12月だけど全然テリテリしてて、外結構暑くって、私なんてジーパン履いてたから結構暑くって、で、もうそんなんで11時半とかだったから、ランチ食べに行って、で、私と彼女ってなると結構韓国料理系行っちゃうんだけど、あのね、あの H マートの2階はフードコートになってて、なんか子供とかもすごい連れて行きやすいから、それであそこでランチ食べて、そうでね、その後1階にそのスーパーがあるからね、そこでね買い物したんだけど、これがね彼女におすすめしてくれたの、このビーフボーンスープっていうの、なんか見たことあったけどトライしたことがなかったから、このビーフボーンスープって美味しいんだよってあのエリアちゃんが言ってて、ほら彼女韓国に住んでたことがあるじゃん、だからすごく詳しいので、食べたことあるみたいな、一回もないんだけどなと思ってすごいトライしたくなっちゃってね、このブランドはまあわかんない、まあ彼女もトライしたことないみたいだけど、ビビゴっていうブランドのほら会社あるじゃん、結構韓国のやつだと見るよね、もう多分この会社の結構美味しいからいいんじゃないかっていうことでこれを買いましたでしょ。あとねこのさ、すくい豆腐って書いてある、すくい豆腐、木綿みたいな感じの豆腐、最近食べたくってね、あの分かります、スーパーに売ってるさ固めのね豆腐じゃないんだよね、固いのじゃないのもさ、絹豆腐みたいな感じの柔らかいやつが食べたいわけです私は、にお醤油とかつけて食べたいのね、それこうやってスープに入れたりとかするの食べたいから、それを買ったので、あと私が好きな韓国のこのスナックを買ったんだよ、ジェイドね、そうこれを買ったの、そんな感じ、そんな感じじゃデレですね皆さん。ちなみにエリソンは昼寝を今しているんだけど、車の中で寝ちゃってね、私がさサンクスギビングの時に買ったものが届いたんですよ、届いてたの、だからここで開けちゃうと思いますよ、いいですか、すっごいテンション上がってますね、もうさ、ですね、私はサンクスギビングっていうかブラックフライデーだね、ブラックフライデーセールでやって買ってたんだけど、ブラックフライデーセールはもうね結構何年も買い物をあんまりしてないかったんだよ、そうブラックフライデーだからって言っても別に欲しいものもなければお金も使いたくないしなみたいな感じで、長々あんまりここ何年ねあんまりショッピングしなかったんだけど、あのですねちょっとこうミキサーみたいなのが欲しいなと思ってて、スムージーを作れる、で私持ってるよ、持ってるよ、そりゃあのバイタミックスのさミキサー持ってるんだけど、あれはねなんかちょっと自分がさ自分の分だけ1カップだけ欲しいって言った時にちょっとめんどくさいんだよね、サイズ的に、で昔はそれでね作ってたんだけど、結局の中で2杯分とか3杯分できちゃってて、それかもう1杯分がめちゃくちゃ多いとかになっちゃってて、でそのね収納してるところにもよるんだけど、なんかどうしてもちょっとめんどくさいなとか思っちゃって、なんか多い量の時とかならちょうどいいんだけどね、あれは私すごいカットできるし何でもかんでも、だけどちょっとこう手のサイズぐらいのやつで欲しいなと思ってね、でそれでインスタグラムのさほら広告流れてくるじゃん、でそれでねこれが流れてきたの、でほう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 と見せて、したらさこのビーストっていうミキサーなんだけどね、あのちょっと小さめのサイズじゃん、バイタミックスと比べて小さめのサイズなんだけど、それのさもうミキサーズってできるところが取れて、でなおかつもう蓋をさ別でつけて、でそしたらこう外に持ち出せるみたいなね、そういう感じだったから、であこれすっげえ今欲しいやつだと思って、これはさすがに買わなきゃだなと思って、でね 25% オフだったのかな、でいくら払ったんだろう、
130ドルぐらいとかだったと思うんだけど、うん、なんかほら毎日使えるものだし、なんか料理買いに行ってさ、食料品とか買いに行ってほうれん草とかさこう買うじゃない。で、あ、これはミキサーに入れられるな、これね、セロリとか、あ、これはスムージーにできるなとかさ、こうやって買うんだけど、結局その自分のバイタミックスをここに持ってきて、で量いっぱい作っちゃって、で全部飲めなくってみたいなとこ、もったいないの、もったいないことずっとしてたわけで、あとはちょっとあーめんどくさいなとか思ったりとかした。だからもうちょっと手軽なやつが欲しいなとか思って、みんなそうやって無駄遣いしちゃうんだよね。でもこれは私は毎日使えるし、無駄に絶対しないと思って、もう今のザ自分が持ってた問題、こうスムージー毎日飲みたいのになんか飲めない日が続いてるみたいな、自分のめんどくさ臭さから分かる。でそれを解消してくれるものだと思って、そりゃ買わなきゃと思ったっけ。昔ね、もうほんと5年以上前とかのミキサーってさ、例えば人参入れた時に全然さ、人参が残っちゃってるわけ、ゴロゴロになってカットできてないの。だけどさ、今の時代のミキサーとかってさ、結構みんないい仕事するじゃん。だから、うん、だからなんかね、昔はそれこそバイタミックスが一番いいやつだったけど、結構ね、目を広げてみるとこういう小さいね会社とかもいっぱいあって、でいいものを作ってるから、うん、と思ってさ、これがあの下の部分だけど、すごい重い、やっぱりこう何ていうの、ブズズってさ回すとさ、こうやって動くじゃん。だからそれがこう振り回されないように下の部分はがっしり重くって、でこれが上の部分だね。ああこんな感じになってんだ。はい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 、でこれが取れて、でこういう感じなのね。はい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 、でこういう感じか。あれ私さ、あ、いやいやいや、びっくりじゃん。そう、それでこれ、これがさ別で入ってたんだけど、これこれをね、今こういう感じになってる。見てこの大きさ、そんなに大きすぎないじゃんね。でこれでズズってやるじゃん。でそしたらさ、これ開けて開けて、でここに歯がついてるね。これは洗うんよ。洗って今度この子、この子ありますね、この子を上につける。うん、上につけたら、したらこの、これはストレージリードと書かれておりますが、おー、これはこれでただの蓋、蓋として冷蔵庫に入れられるもので、この人ですね、この人じゃないね、これだね。これはキャリーカップって書かれてるから、これをこのズズってやったね、ここにやって、素晴らしくない？これ持ち歩いたりとか、子供を車で朝送りに行ってワンスムージーそして午後、今日はスムージーな気分だわ、ずーで、またこうやって、あ、オッケーオッケー、エリソン公園に行きましょう一緒に、ははははははは、はで、公園に着いてまたワンスムージーね一日に何回スムージー飲めんだよ。あ、これさ、宣伝じゃないよ、宣伝じゃないよ、誰もお支払いはしてもらっていませんが、いい買い物だと、すごくいい買い物だと私は踏んでいます。はい、すごい楽しみ、使うの。あのね、あのプロテインパウダーとかさあるんよ。プロテインパウダーもあるし、なんかいろんないいパウダーたち、あのグリーンのさやつとかもあるし、なんだけど、そう、これでもう解決ですね。私が買ったのは黒だけど、白もある、白も可愛いね。白っていうか、うん、オフホワイトっていうか、もうちょっと白っぽい感じのやつがあるんだけど、いやー、超嬉しい。じゃあこれは私がこの先 Vlog を撮るときに
いろいろ見ていく形になると思うんですが、とても嬉しい。やばい、あのね、はい、